こちらは朝倉海選手の YouTube からで、アメリカ修行の総括。朝倉海選手、1ヶ月は早かった。俺らが行った時、先に来ていたヒロヤは捨て猫みたいになっていたが、元気を取り戻した。日本に今着いたばかりだが、タリックさんは今度は兄貴のタイ修行の通訳に行くので、これから5時間後にまたすぐ飛行機で飛ぶ。自分の練習は完璧にいいように進んだ。充実した時間だった。いつもはアメリカでただの日本人扱いだったが、今はライジンチャンピオンになったので、みんな知ってくれている。どれだけ強いか試されたりもしたが、舐められたくないという気持ちで、UFC のトップ選手たちと練習ができた。いつもはシンジケートジムに行っていたが、今回は UFC PI でビリーがすべてコーディネートしてくれて、ビリーがケープやパッチミックスやコーディ・ガーブラントなど、打倒局のスペシャリストを呼んでくれて、通用するのも分かった。これから世界に挑戦していくのに自信になった。ビリーは UFC のチャンピオンにも練習をお願いされたり、頼られたり、改めて本当にすごい人なんだと感じた。その環境を捨ててうちに来てくれるのも本当にありがたいので、来てよかったと思われるように、俺が絶対チャンピオンになる。ビリーは4月7日から日本に来る。斉藤くんもパスポートを洗濯機で洗い、ボロボロになってしまったが、問題なく帰国できました。僕はスマホのSIMをなくしてしまいましたということです。そしてこちらはこの間もありましたね、 PFL の年間スケジュールが発表されて、年末に大会があるということが発覚。年末試合あるのライジンだけでしょというもので、さらにその続き、こちら記録員さんよりのツイートで、 PFL のドン・デイビスが大晦日大会の開催地について3つのヒントを発表しました。 1. アメリカではない。 2. MMA の大きな大会を開催したことがない。 3. 大晦日を過ごしたいと思う場所と。はい、やっぱりこれはライジンと PFL の対抗戦、大晦日にあるのかな。なるほど、そこで鈴木千尋選手 vs ピットブル選手の再戦か。そしてこちらはライジン公式よりで、ライジン神戸大会勝敗予想特番。まずは動物園にいる WBC を7戦全部的中させているという鳥のオウムみたいな、ヨウムのオリビア君に占ってもらうことに。中村慶太郎選手 vs サトシ・ソーザ選手はサトシ選手の勝ち。萩原選手 vs 武田浩二選手は萩原選手の勝利予想。井上直樹選手 vs 佐藤翔子選手は井上直樹選手の勝ち。イゴール田辺選手 vs ストラッサー・キー選手はイゴール田辺選手の勝ちだそうです。そして今クレベル小池選手のモノマネをしている芸人の方がいますが、それについてクレベル小池選手、面白い、似てると。そして木村実選手 vs ブアカオ選手の予想。石渡塾長は、木村選手全然反省してなかった。2ラウンド木村選手の KO 予想。クレベル小池選手は、ブアカオはうまさがあるので KO はされないが、判定で木村の勝ち。井上優作選手は、勝敗予想関係なく、こんな格闘家は嫌だと勝手にしまして、グラサンがでかすぎると平本蓮選手のイラストをフリップに書いて出す。仕切り直して1ラウンド木村実選手の KO 勝利。記者会見での体がでかかったのでと。イゴール田辺選手 vs ストラッサー・キース選手は、塾長は2ラウンドイゴール選手の一本勝ち。ストラッサー・キース選手は何もできない、打撃でも負けるし、組んだら遊ばれちゃう。ああはい、怒らせようとしてます。毎日ライジン公式動画で怒ってて、ネタ切れ感があるのでネタを提供してます。クレベル小池選手も井上優作選手もイゴール田辺選手の勝ちで、イゴール田辺選手のお父さんが今の奥さんのお父さんと知り合いで、奥さんのお父さんがもともと柔術のジムに通っていて、ダイエットにいいよと聞いたイゴール田辺選手のお父さんはイゴール田辺選手をそこに通わせ、お父さんも後に入門、さらにそこからイゴール田辺選手のお父さんがそのジムを引き継いだという流れがあるようで、そのジムがボーリング場の横にあったので、イゴール田辺選手はラウンドワン柔術と呼んでいるそうです。はい。そして萩原恭平選手 vs 武田浩二選手は、塾長、減量にまだ慣れていないので萩原選手の勝利。クレベル選手は武田浩二がコントロールして判定勝ち。萩原選手は自分とやった時と体つきが全然違うと。井上優作選手は武田浩二選手の判定勝ち。武田選手は体つきが大きくないのでフェザーが適正だと思うからと。そしてクレベル小池選手、ここで武田浩二と戦ってみたいです。井上直樹選手 vs 佐藤翔子選手は、塾長は井上選手の判定勝ち。スピードとパワーに差がある。
でも佐藤翔子選手はうまさがあるので決めさせてもらえない。クレベル小池選手は応援は井上直樹だが勝つのは佐藤翔子。太田忍戦、すごいうまいディフェンスを見せていた。井上直樹とは1回練習したこともあり優しい。井上優作選手は井上直樹選手の判定勝ち。井上直樹選手はめっちゃめちゃうまいのでアーチュレッタのようにフィジカルで持っていかないと難しいと。そして佐藤壮座選手 VS 中村慶太郎選手は、塾長中村慶太郎3ラウンド1本勝ち、裸締め、疲れたところで取る。慶太郎とは中学の頃から一緒に柔道をやっていたが一回も彼が何を考えているか分かったことはない。クレベル小池選手は聡先生が2ラウンド裸締めで1本、聡先生は今まだ上がってる、慶太郎は落ちてる。慶太郎の煽りに聡先生は全然動揺してないです。井上優作選手は聡壮座選手の判定勝ち、打撃戦になりそう、体重落としてきてる慶太郎選手が不利になると。そしてラスト、中村慶太郎選手の1分黙ってからのありがとうございますというマイクの話になりましたが、私は次ね、慶太郎選手が勝ったら1分黙ってからの特に何もありませんを期待しております。そしてこちらはライジン神戸大会試合前インタビュー。まずジャキマサヤ選手、ライジンに出るためにブレイキングダウンに出たので思い通りになった。ブレイキングダウンでは飯田正成とやりたいと言ってるのに無視されている。ここに勝って次は安保ルキアや木村実とやりたいとアピールしていく。そして金太郎選手と対戦する大輝ライトイヤー選手は、250席自分のための応援が来る、ライズの門口選手などと練習してきた、前回も6試合目で勝って今回も6試合目なので演技がいい、佐藤翔子選手に過去負けているのでリベンジしたいですと。なるほど、地元選手でさらにチケット売れると選ばれるというのももしかしたらあるのかも。そして山本アーセン選手と戦う柴田モンキー選手は、山本アーセン選手のことはハンガリーのカレッジレスリング選手権で優勝したドキュメンタリーとか見てて、こんな選手出てくるんだなと思ってずっと知っていた、ライジンも1回目からずっと見ているのでそんな選手とのオファーに最初驚いた。そして中村優作選手、対戦相手のアシモフ選手、どう考えても強い、戦績がえげつない、あれを当ててくるかと。そしてストラッサーキース選手、24歳で格闘技始めて周りから無理無理と言われてから俺はずっと怒ってる、怒りが俺の源、今回見とけよお前ら。イゴール田辺選手は、3ラウンド戦ったことない、スタミナには自分は絶対的な自信があると。そして金太郎選手は、全体的に変わった姿を見てほしい、過去対戦した元谷裕樹選手とは仲間として一緒にアメリカで練習していた、スーパーライジン3を目指してやると。そしてアシモフ選手は、ライジンのことは知っていた、日本は綺麗なところ、普段はよく食べ寝てたくさん休むようにしている、カザフスタンの国技はジェクペジェクみたいなこと言ってましたね、という総合格闘技のようなものらしいです。そして木村実選手は、人生で一番頑張る、パッキャオと自分、はい、実現するならぜひやりたい、髪型を短く坊主手前にまで刈り込んだのは気合のため、反省のためと捉えてくれたらラッキーぐらいな、ブアカオローキックがうまいので試合のトランクスいつもより長めのやつにする、下がったら負ける、ケージの方がむしろ自分の良さを活かせると思っている。ああでもそういえばジムにケージあるが、今思い出したな、誰もそのことを言ってこなかった、本当に反省してるし脱ぎたくないが脱いでって言われてやらされている、ドーピング1回でも捕まって自ら脱ぐぐらい僕もバカじゃないんで、でも今は自力でこの体を作ったんで見てもらいたいと。一体ね、見てもらいたくないのか見てもらいたいのかどっちなんだと。でも多分脱ぎたいと思ってると思います。この後だってインスタグラムにジョーラでのまたムキムキポーズの写真投稿してたし。そして木村実選手のこの間の記者会見に密着という動画も上がってまして、木村選手はまだ気持ちの整理がついていない、ライジン名物のスクランブル発進、話が来たのは先週、ブアカオの映像を見ているがまだまだ強い、これはすごいチャンス、前から見ていた選手なのでテンションが上がる、安保はマジでどうしようもない、ここを勝って黙らせると。イゴール田辺選手は、その時ストラッサー選手が与えてくれた体勢での技で決めると。久保田選手は安保ルキア選手とか、あとは他に名前を出しちゃいけない人に煽られるより
今回みたいな勝負に集中できるような試合前の方がいい。サラちゃんはオーストラリアにいて、子供とコアラを見に行くので来れないと言われた。なので今回不安。木村選手 VS ブアカオ選手はどちらにせよ1ラウンドで終わると思う。次の試合が自分なのですぐ出れるように準備しておく。キックボクシングは極めたので正直飽きていた。そして久保田選手の弟の久保健二さん、昨日から名前が健二総選手から地域貢献者になりましたが、久保田のセコンドで神戸に来たと今回つくようです。高橋亮吾選手は打撃でも全局面でも圧倒して勝つ。自分もローが得意なのでどこまで通用するか楽しみ。足を引きずっている久保田を見れると思う。佐藤翔光選手とは前ワンで一緒の控室になった時、試合ギリギリまでずっと話していたので仲良し。今回楽屋一緒だったら嬉しい。自分はフェザー級で5番目ぐらいの強さ、いやフェザー級はどこも横一線かな。吉本の同期で一番売れているのはイグジットの兼近、会えば話すぐらい。去年龍の入れ墨を入れた。それが理想の自分の格闘家像だから。これまではクレイジービーなので逆に入れない方が目立つと思って入れていなかった。山本アーセン選手、柴田モンキー選手のことは今回初めて知った。でもリスペクトはある。で少し話して、じゃあここで終了ですと言われて、アーセン選手、はいや、もっと喋りたいことありますか。アーセン選手、ないです。そして貴健信選手、自分を出し切れずみっともない負け方をしたら引退しようとは常々思っている。トップの上田美京選手との差を聞かれて、それはまだ自分に勝ち星がないぐらいでほとんどないと思う。でもっといろいろ話してたんですけど、貴健信選手がステーキのリベラジャンバー着てたんで気がそっちに行っちゃいましてでもね、勝ってくれると思います。はい、私はね今日リベラは高いんでやっぱりステーキ行ってきます。あそこもうまいよね。そしてブアカオ選手、まさか木村稔選手と戦うとは思わなかった。ケージでの試合は初めて。ドーピング陽性の選手に復活の場が与えられたことについては、自分としてはドーピングすること自体が考えられない。自分は綺麗な体、ズルをして優位に立つのはダメだが、木村稔選手は二度としないと言ってるので、自分が戦ってチャンスを与えることには意味がある。この試合の後に自分もドーピング検査を受ける。久保田選手のことは知らない。スーパーライジン3には興味がある。 K1 ワールドマックスの次戦ワイルドカードが一枠あるが、石井館長がブアカオ選手に興味を示していましたよには、私ももちろん興味はありますと笑いながら、名前を挙げてもらうのは喜ばしい。パッキャオとの試合が流れたのはパッキャオの方が戦える状態にないから。タイじゃない場所での試合の案も今まだ出ている。いずれにせよ契約はまだ続行されていると。自分としては全く減量が必要としないので、木村選手との試合はどうなるか自分でも想像がつかないと。ブアカオ選手、微笑みの国タイの人というのを具現化したような良さそうな人。でも昨日ね、同じく性格良さそうな大谷選手の通訳の一平さんが解雇されて焦りましたけどね。なんか給料が球団からは4500万円ぐらい入ってて、さらに大谷選手の年俸の数パーセントが入る契約だとか言って聞いたんですけど、本当ですかね。だからこのまま普通にやってれば生涯年収は10億20億ぐらい入るはずだったとか見ましたけど、本当かね。でもだから6億ぐらい使い込んでもまだいけると思ってたのかな。ちなみに大谷選手、水原一平さんのインスタのフォローも外したようですよ。そして武田浩二選手、コンディションいつも通り、今年の頭から練習環境など1から10まで全部変えたと。そしてオリコンニュースの五十嵐さんがここでフェザー級一発目で萩原恭平選手を指名した理由を教えてくださいと言うと、武田浩二選手、すげえしつこいなこの質問と珍しくマジでイラつき、空気がピリつく。しかしその後、はい、ファンサービスで言ったものが気づいたら試合決まってましたと説明。所属はブレイブだが、練習はロータス、バトルボックスとクレイジービー。セコンドには宮田和幸代表に、中村凛也選手に、格闘代理戦争に出ている中村圭一郎選手。ずっと週一で練習してて仲がいい。クレベル小池選手が武田浩二選手とやりたいと言っていたことについては、こっちもそんな強い選手とはやりたい。今年は4試合やりたいですと。そして萩原恭平選手、レスリング、壁レス、フィジカル力が上がった。この試合の後もまた海外で練習していく。平本のクソガキがスーパーライジン3出れない選手は全員終わってると言っていたが、確かにその通り。自分も出たい。アメリカは練習時間も長く、
3ブレン4ブレン。最初は全くついていけなかった。アーチュレッタのトレーナーがカロリーなどすべて計算数値化して面倒を見てくれていた。テイクダウンを取られてもいいので前に出て戦う。ケージレスリングが得意なので今回は自分が有利に思うと。そして新百合選手、子供の頃からレイナ選手を見ていて、実際に会った時芸能人と会ったみたいな感覚になった。彼女はベテラン選手、自分の背中にはバラのタトゥーが入っていて、それは努力は裏切らないという意味。それは自分の信念でもある。韓国では女子選手が少なく、同じ選手と2度3度やるのでモチベーションが保てない。ライジンのチャンピオンになりたい。伊沢聖華選手と戦ってみたい。私の方が若いので体力は私の方がある。ネットフリックスのフィジカル100に今出ていて、 UFC ファイターのキム・ドンヒョン選手も出ているので、ライジンに出ると言ったら応援してくれましたと。そしてレイナ選手、新百合選手、私を終わらすって前言ってたけど、私が終わったら女子格終わっちゃうよ。冗談です。距離感さえ間違わなければ問題はない。自分で可愛いとは思っていません。可愛くなりたいと思って努力してるだけ。女子選手は男子に比べてキャラがないと思う。自分はどっちかっていうとヒールだって悪く言われることが多いから。日本で制限していたものがタイで解放されて昔の動きに戻った気がする。伊沢聖華選手にはまだ対戦要求できるところにはいない。今回いい勝ち方をしないとダメ。でもそれができたら、もしかしたらマイクで何かあるかもよと。そしてラスト、レイナー選手、カメラってこれですかと確認した後、私もストラッサーキーチさんばりに物申したいことがあるんでとしましておい新百合、私のことを幼い頃から見てたとか言ってたけど、年齢たった3つしか変わらないやないかーい。それはもう同世代じゃーと少し照れながら言っていたので、謎にこっちも照れてしまいました。はい、このストラッサーキーチ選手のやつ、汎用性あるので流行ってほしい。そして井上直樹選手は怪我もなく、病気もバッチリ完治している。高木亮選手とは毎週練習していた。そして佐藤翔子選手、街で声をかけられたら嬉しいが、静かに暮らしたいタイプなので。足のタトゥーは2年前、中年のイタリで入れた。彼岸花と後ろにクロスと、あとは文字はメメントモリ、死を忘れないで生きていくというのを意識してから自我が目覚め始めたから。数戦に行けなくなったぐらいで、気持ちの方は特に変わらない。そしてサトシ・ソウザ選手、スーパーライジン3はもちろん出たい。ケイタロウ選手に胸を押されたのは全く問題ない。やり返すのは好きじゃない。私のプランは試合だけ。1ラウンド最初の 2,3 分までが大事な試合になる。メインのプレッシャーは好き。お父さんは MMA より柔術の方がいいといつも言っていたと。そして中村ケイタロウ選手、スパイク・カーライル選手がサトシからうまく逃げていたので、それを参考にした。ここ勝ってサトシと2回はやりたくない。サトシにタイトル返上してもらうか、次はグスタボとやりたい。もしくはギャラを上げてもらう。サトシに限らず同じ相手と2回やるのは嫌だ。でも自分が負けたらもう1回やりたいとは思うがと。ここで以上です。その後慶太郎選手、いけそうだわとツイートしております。そしてこちらはキックボクシングの申し子、天才久保優太選手の木村実選手 VS ブアカオ選手の勝敗予想。久保選手、まさか元同門の実君と同じ大会に出ることになるとはびっくりしている。でも実は大晦日の少し前ぐらいに某カレー屋さんで偶然会った。僕もミノル君も失敗しているのに、もう一度チャンスをくれるライジには本当に感謝している。前回のブアカオの試合を見て、前世紀よりもスピードがすごい落ちてるし、ミノル君のパンチが当たると思う。かつ減量もミノル君は筋量が多いし落ちやすいと思う。あと5キロは問題ない範囲。自分もここ勝ってスーパーライジン3に出たいですということでした。そしてこちらは青木真也選手、トースポウェブさんでの連載、よかたじゃございませんのコーナー。今回は木村選手 VS ブアカオ選手についてで、青木選手、いやー厳しい。ぶっちゃけ木村実は苦戦する。ブアカオは安保戦でも際で頑張っていた。ライジンのキックボクシングは K1 では禁止のワンキャッチ、ワンアタックがあり、そこを安保戦の時みたいにうまく疲れて、削られて、途中で心を折られて、って感じの判定負けじゃないかな。木村実はスタミナが弱点だからね。でも木村はここやって次安保と戦ったらもうその後やる選手がいない。だからそこからどうするかが木村実の腕の見せ所。
木村稔がドーピングしたのは俺は純粋に強さに対してまっすぐだからだと思っていた。でもこの間の記者会見見てたらただのアレな人にも見えてきた。アレだから打ったのか、それとも打ったからアレになっちゃったのかと言い残して天然うなぎのいる巣穴へ帰っていったようです。はい。なんですがここまで引っ張っておいて、なんですが昨日こんな画像がツイッターに出回りまして、これはオンラインカジノのベットチャンネルで6ドルをかけた人がなんとベット結果無効、的中選択肢無効でそのまま払い戻し金として戻ってきちゃっております。つまりですね、ライジン発表の前にカジノサイトが何かしらの情報をゲットして試合中止を知り、この試合の賭けは不成立にさせたんじゃないかという噂。はい。木村稔選手の検査、試合前にもう一度するって言ってたっけ、どうだったっけ。まあ、はたまたブアカオ選手側とか、まあ、他の理由も考えられますが、とにかくベッドチャンネルは何かしらの理由で今回はこの試合の賭けは行わないようです。そしてこちらは K1 ワールドマックス試合後インタビュー。まさかの大久保瑠選手に負けてしまった三室和樹選手は、思ったよりジャブが伸びてきて流れを持っていかれてしまったと。そしてしょっぱい試合ながらなんとか新勝したパンチャンリナ選手は、対戦相手というより自分の力不足、石井館長からはおめでとう、でも力みすぎていたねと言われた。教わったことは何も出せなかった。平岡琴選手に作られたチャンピオンと言われていたが、この内容なら言われても仕方ないと涙。そして1ラウンドを快勝した宇佐美秀メイソン選手は、今後 K1 の運営と話し合って上の選手たちとやっていくと。そして勝利した大沢文也選手は、この間お亡くなりになられたボクサーの坂間かなむ選手について、小学校から知っているが社会で自分一人で抱え込んで悩んでる人は身近な人に相談してくださいと言って、この部分を大沢選手自らが切り取ってツイッターに添付して、ちょっと繰り返しになるんですが、何かあった時は皆さん一人で抱え込まないでください。いろんなプレッシャーがあって一人で抱え込んじゃうこともあると思う。気持ちが強いからこそ一人で抱え込むんだと思う。自分で何とかできるって思っても、まずは身近な誰かに相談してください。一人はみんなのために、みんなは一人のためにと。はい。こうやって何回も一人で悩まないでくださいって言うってことは、これは自死を選んだという解釈になるんでしょうか。でこれに対して以前から揉めていたレオナ・ペタス選手が、いいことを書いてるけど、こいつに昔ブログで悪口めちゃくちゃ書かれていじめみたいなのをされたことあるけどねと。大沢文也選手、てめえこのつぶやきに絡んでくんなよ、他ので絡んでこいよ、これに触れてくんじゃねえよ、舐めてんのかクソガキてめえ。レオナ・ペタス選手、カナム君とこっちもトレーニングしてたから関わりあんのよ、普通にいじめをするようなやつが偽善ぶった文章を書いてくんなよクソかよ、静かにそのまましとけよ、その会見だけで終わりにしとけや、わざわざ動画持ってきて書いて周りから評価されようとすんなクソが。大沢文也選手、おめえがトレーニングしてるしてねえは関係ねえんだよ、それ直接言ってこいよ、カナムのツイートに対して絡んでくんなって言ってんだよ、バカじゃねえのかよ、お前のことが嫌いだからブログで昔悪口書いたことは深く詫びる、それは悪かった本当にごめん、でもこれに対してそういう絡み方してくんじゃねえよ、一般の方。大沢さ、レオナに勝てないんだからさ、やめとけよ。大沢文也選手、勝てる勝てない関係ねえだろバカか、じゃあ勝てない相手だったら間違ったこと言われてもすいませんって言うの、仕方するのバカかよ、まあ確かに試合したら 97% で負けるけどな笑い。それに対してレオナ・ペタス選手は、だったら最初から言われるようなことをしてくんじゃねえよ、お前がしてるようなことでも亡くなる人だっているってことちゃんと理解しとけよと返しております。そして延長の末 2-1 で江川祐希選手に敗れたものの、ヤーマン選手らから物言いのついた試合、日立ヒューマ選手はジャッジについて、何とも言えない、負けたとは思っていないが判定はアーなので負けた事実が刺さっていると。そして菅原美宇選手に延長の末勝利したライズの宮崎小雪選手は、周りは本戦で自分の勝ちだとか言ってくれていたが、自分はそういうのには鈍感な方なのでよく分からなかった。でもセコンドのヒロヤさんらは延長もありえると言ってくれていたので集中を切らさず迎えることができたと。でそのヒロヤ選手は後にこのようなツイートしております。全体的に K1 の判定ひどくないですか笑い、トライハードジムから2選手出場し平岡こと判定負け、宮崎小雪判定勝ちでした、応援ありがとうございましたと。負けた菅原美宇選手は、自分だけの試合じゃないのでただただ申し訳ないと涙。そして因縁の対決、対抗戦の対照戦、門口選手は延長で勝ったと思ったが判定に不服はない、
むしろ本戦はなんで自分についたか不明。自分の 100% を出して負けた。郡司泰斗選手も本戦で自分が勝ってたと思ってたので焦ったが、パンチも見えていたので延長はこれは勝てるなと思っていたと。そしてリュウツァー選手に負けたシナ・カリミアン選手、入場の時なぜかサンド傘をかぶっていたんですが、ここのインタビューではなぜか隣に座っている通訳の人がそのサンド傘をかぶっておりました。はい。なんででしょうか。でシナ・カリミアン選手、まずは相手選手にはドーピングチェックをしてほしい。オランダで120キロの選手とかとスパをしているが、それと比べても明らかに違いすぎてドーピング検査しっかりしてほしい。リベンジしてあの中国人を壊してやりたいと。そしてソーリーと涙を流しておりました。そしてまさかの2回のダウンを取られての敗戦となってしまった輪島ひろみ選手は、乾杯、強くなって戻ってきますと言葉は少なく終了。そして対抗戦の総括にカルロス・キクタプロデューサーと伊藤隆代表が登場。伊藤代表、対抗戦は K1 さんが勝ったので素直におめでとうございます。でも見ていてハテナと思うところはたくさんあった。門口と宮崎小雪のチャンピオン対決は期待以上のものではなかったと。そして今後も対抗戦をやっていくのかどうかについてはカルロス・キクタプロデューサーはチケットが売れる機会を作れるなら何でもありと言ったのに対して、伊藤代表の方は私の方としてはここで一旦終わりかなと思っている。今日の大会を見て K1 とライズの求めているものが違うと思ったので、全面対抗戦は毎回やっても盛り上がらない。ある程度の選手も出し尽くしたし、それより何よりお互いの求めているものを一回ヒアリングしないといけないと感じたと語気を強く。そして門口選手 VS 郡司選手の判定については、伊藤代表、僕は勝ったと思ったが僕がとやかく言うことではない。僕が言う求めている部分が違うとはそういうところ。誰でも出れるのが活躍できるのがうちとか K1 さんの舞台、そこで求めているものがよくわからない。カルロス・キクタープロデューサー、競技については常々議論しているがさらなる修復が必要だと思った。宮田プロデューサーは後にこの伊藤代表の発言に意味がわからない、話し合いをすると言っております。そして伊藤代表、今後世界で戦っていける選手がいるのかっていうのはうちも含め疑問に思ったとピシャリ。ここで以上。そして石井館長の総括、70キロトーナメント、日本人選手や輪島選手に残ってほしかったが全滅した。仕方ない。これが K1。世界の広さを感じた。昔の K1 ワールドマックスとは全く異なり、重なり合わなかった。昔はマサトありきでマックスが始まった。本来マサトはあの身長からすると65キロぐらいの選手だが、どうしても70キロ以下に落ちなかったので70キロのトーナメントになった。そうなると今度は外国人選手は180センチとか185センチの身長になってくる。その体格の選手が日本人にどれだけいるのか、そこも難しいところ。65キロ67キロでやれば朝倉未来くんとか平本くんとか安保くん、ノイリくんとかいっぱいいるんだけどね。マックスの70キロは人類で最も多い人口の激戦区というので作ったが、今だともっと小さくていいと思っている。昔のマックスの呪縛で今70キロにこだわっているんじゃないかなということでした。はあ、このまとめは疲れた。3時間ぐらい見てるからね。ああ、でもまだもう一つあるんだった。ワールドマックスの組み合わせ抽選会も昨日行われまして、そこの最後の一つ、ワイルドカードで石井館長がこんなヒント。そこは、ただいま、海外の強豪選手に声をかけていて、それは誰もが知っている選手ということですので、ブアカオ選手、アンディ・サワー選手とか、キシェンコ選手、ペトロシアン選手などが予想されております。ブアカオ選手、興味持っていたし、ここでの出番ももしかしたらあるかも。そしてこちらは4月29日のパンクラスで砂部光久選手出陣です VS 格闘代理戦争で出てきた菊田早苗さんのところのグラバカの前田光平選手となります。そしてこちら結構大きいニュースなんですが、ざっくりと UFC の独占禁止法違反の集団訴訟1200人で起こしていたもの、約500億円で和解したそうです。ジャン斉藤さんは、雑な計算ですが選手1人当たり2000万円あたりの支払い、2010年12月16日から2017年6月30日までに北米で開催または放送された UFC に出場した格闘家が該当します。日本人も結構いますねと。
水垣さんや岡見雄心さんなどですね、はい、急に金のネックレスつけ出すと思います。